こんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。早速だけど、魔理沙の将来の夢って何？いきなりどうしたんだ？そうだな。歯医者さんとかなってみたいんだぜ。あら、意外ね。どうしてなのかしら？だって、颯爽と現れて虫歯をあっという間に削って詰めちゃうんだぜ。確かに言われてみればそうね。歯医者さん、なってみたくなってきたわ。歯医者さんになるにはどうすればよいのかな？歯学部のある大学で6年間学習した後、歯科医師国家試験を受験、合格すればなれるんだぜ。なんか難しそうね。私、途中で挫折しそう。ああ、実際途中で留年したり進級、卒業できずに退学していく学生は多い。これは昨今の歯科医師過剰問題のせいで国家試験合格者数が制限されているためなんだぜ。ああ、なんか聞いたことある。歯医者さんが増えすぎて大変みたいね。ああ、だから国は国家試験の合格者を少なくして歯医者さんの数を減らそうとしたんだ。全体の合格者数を減らせば不合格者数は増える。すると、合格率は下がっていくんだ。姑息なことばかりするわね。このことが各大学歯学部単位で起こってくるとどうなるか知っているか？自分の大学の合格率を上げようとして成績下位のものを卒業させず、国家試験を受験させなければいい。その通りだ、霊夢。実際に各大学歯学部の卒業状況は結構悲惨なんだぜ。特に私立大学は目も当てられないんだぜ。そうなんだ。なんだかすごいことになってるみたいね。そんな中、斜め上からの解決法を実行した大学があるんだぜ。え？どこなのよ？何をしたっていうの？その名も、大大学だ。歯科医師国家試験の問題を、学生に漏洩させることで国家試験合格率向上を狙ったんだぜ。え、ちょっとマジなの？そんなことしたら大変な騒ぎになっちゃうわ。まさにその通りなんだぜ。今日は歯科医師国家試験問題漏洩事件について、解説していくからよく聞いておくんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、ことのあらましを解説する前に大大学がどんな大学かを解説するぜ。大大学は福島県郡山市にある日本の私立大学だ。1972年に創立されたが、創立当初は歯学部単科大学で、大学名も東北歯科大学だったんだ。東北歯科大学って、なんだか立派な響きね。1988年に文学部設置認可を受け、翌年、大大学に名称変更となったんだぜ。え？いきなり文学部設置って、何があったのかしら？ここがよくわからないんだ。もし何か知っていることがあったらコメント欄に情報提供をお願いしたいんだぜ。よろしくお願いね。さらに2004年に文学部の募集停止と薬学部の設置認可を受け、2005年に薬学部を開設、2007年に文学部を廃止したんだ。なかなか迷走してたみたいね。2023年現在、歯学部と薬学部を擁する自称、医療系大学を謳っているんだぜ。今ので大体どんな大学かわかったかな？大丈夫よ。それでは歯科医師国家試験問題漏洩事件について解説していくぜ。1999年11月、当時歯科医師国家試験試験委員だった他大学教授に、大大学歯学部教授が試験問題を漏洩させたとされる。また、当時国家試験試験委員だった大大学航空外科学教授も、漏洩したとされ、翌年2月、大大学歯学部の卒業試験に漏洩したとされる問題を出題し、翌月に歯科医師国家試験を控えた学生約100人に解説したそうなんだぜ。まさに歪んだ愛情ね。教授が率先して不正行為を行わせてるようなものだわ。でも、この年の国家試験合格率は高くなったんじゃないの？それがそううまくいかなかったんだ。このことは国家試験直前に在学生からの内部告発により事件が発覚し、事件に関与した教授らは逮捕、起訴される事態となったんだ。さらに、国家試験問題は、当初予定していた問題とは差し替えられて実施されたんだぜ。教授、涙目ね。だが、公正公平な国家試験が実施されてよかったんだぜ。その通りね。吊るして歯医者になった人に自分の歯を治療してほしくないものね。この事件発覚後、大大学を含む私立大学歯学部の存在の意義まで問われる問題となったんだぜ。身勝手な教授の歪んだ愛情によって他大学にまで迷惑かけちゃったのね。この事件はその後、どうなったのかしら？ああ、この後がすごいんだ。厚生労働省は文部科学省の協力のもと、大学側にこの事件についての、調査要請を行ってきたが、提出期限の9月30日を過ぎても提出しなかったんだぜ。何それ？完全にバックレてるじゃない。このふざけた対応に厚生労働省は次のような見解を示している。厚生労働省は事件発覚した年の5月に大学に対し調査要請を行ってきたが、当時の歯学部長から提出された全否定の回答以降、何ら対応していない。
一方、大学の調査委員会の委員長であった学長からの報告書によると、口腔外科一般問題について、外部からでなく内部の抗議による伝達の疑いが濃厚であり、歯学部長の回答とは矛盾する内容である。大学側も主張が食い違っていて信憑性に欠けるわ。これに関しては調査委員会発足後に当時の理事長や理事会の調査妨害にあって、調査内容の提出が遅延したりしたんだ。理事長直々の妨害ってどんな妨害を受けたのかしら？具体的には、理事会幹部からの調査中止要請、内部報告案の大幅な書き換えの強要、さらに、調査回答の提出を差し止められる事態にまで陥ってたんだ。何それ？嘘で嘘を塗り固めてしまっているじゃない。調査委員会の努力を無駄にしてしまっているわ。許せない。その結果、当時の移動審議会歯科医師文化会長の見解として、社会通念に照らしても極めて異例とも言える非協力的な姿勢、と、批判されてしまったんだぜ。こんな大学じゃ、まともな人間がいなくなってしまうわ。さらにこの文化会の大学に対する、当事者である学校法人聖戦学者オール大学にあっては、移動にあるものとして、残された疑惑の解明に向けた今後の積極的な取り組みとその結果に関する、国民に対する真摯な説明を強力に望む、この意見に対し大学側の対応が遅れる事態にまでなってしまったんだ。国からの要請に応じないどころか国民をも欺こうだなんて、本当に大学として機能しているかさえ疑問ね。これらのことから厚生労働省としてはオール大学に対し特別対応することとしたんだぜ。特別対応という名の社会的制裁であってほしいわ。対応の内容はこうだ。オール大学は、歯学部における一連の歯科医師国家試験漏洩の真相究明要請に対して極めて非協力な対応である。このことは歯科医師国家試験漏洩の真相究明を著しく妨げるだけでなく、移動にあるものとしての姿勢を問題にせざるを得ない。したがって、大学当局に対し改善が見られるまでの間、下記の対応で臨む。1. オール大学の教員等について移動審議会委員及び歯科医師国家試験委員として任命しない。2. 歯科保険課関連の直接または間接の予算補助先としてオール大学及び同大学関係者は認めない。3. オール大学歯学部を主施設とする卒後研修複合施設は適当でない旨指導する。かなり厳しい対応ね。やむを得ないのかもしれないのでしょうけど。ただ、理事長の妨害を受けても真相究明に動いた、調査委員会の方たちには頭が下がるんだぜ。本当ね。この方たちがいれば安心ね。それがな、霊夢。2023年現在、退職等で調査委員会のうち一人も在籍していないんだ。え？マジなの？大学の両親はもういないってこと？でもそれって、事件に関与した可能性のある人もいなくなってるわよね。さあな。ここから先は自分で調べてみるんだぜ。それにな、霊夢。事件発覚後から現在2023年度まで国家試験試験委員に、オール大学の教員名は一度も出てこない。それってつまり、まだ終わってないってことだ。でも、事件から20年以上経っているから真相究明は難しいんじゃないの？その通りだぜ。実際、同様の漏洩事件は他大学でも発生している。だが結局、事件後にオール大学がやっていたのは、事態の隠蔽に終始し、ほとぼりが冷めるのを待つことだった。最近は、人間性豊かな、や、高い倫理観、を大文句にしてるみたいだが、どの口が言ってるんだぜ。寝言は寝てから言ってほしいものね。当時から勤めている教職員が、現在もいるなら、過去の過ちを、真摯な態度で振り返り、誠実に向き合って、国民に向けて発信していくことこそが、真の反省だと思うんだぜ。いいこと言うわね。当たり前のことだけど、ああ、当たり前のことを当たり前にやるのが大事なんだぜ。だから、さすがにこの大学の歯科の先生方は、無診察治療なんてやってねえよな。ってことで今回の解説はここまでだ。勉強になったかな？本家オール大学チャンネルにはコメントできないみたいだから、関係者で何か知ってることがあればこの動画のコメント欄に、いっぱい書き込んでちょうだいね。それではご視聴、ありがとうございました。